どうも占い師のゲッターズです。アシスタントの奥満です。この番組ではゲッターズ飯田の占い、ゲッターズ飯田の生命判断の会員で動画鑑定にご応募いただいた方の中から抽選でご当選された方を鑑定してまいります。はい、飯田さんに占ってほしい方は、チャンネル紹介に載っている URL の方から、ご応募いただければと思いますのでよろしくお願いします。本日は大阪府30代後半男性、男性来ましたね、久しぶり。吉春さんでございます。おめでとうございます。12年間自営をしていた整骨院の仕事を去年末で辞めることになりました。原因は一緒に働いていた母親と弟と意見が合わなかったことです。もともと母親と弟と一緒に働くことは反対だったのですが、推しの強い母親の性格や家族の雰囲気を悪くしないために8年前から手伝ってもらうことになりました。しかし弟の働き方などに注意をすることに対し、母親がかばい言い争うことが多くなりました。そして去年の10月、経営者の僕を辞めさせて母親と弟から2人で営むと伝えられ、去年の12月末で僕が辞め出ることになりました。これをきっかけに、新しく自分の思い描くような仕事の形を作っていきたいのですが、お店もお金もなくなってしまったので、また整骨院をするのがいいのか、別の仕事をした方が悩んでいます。ゲッターズ飯田さん、これからどうすればいいのかアドバイスお願いします。どうでしょうか。別の仕事すればいい。以上です。何をダラダラ書いてんの。何をダラダラ。いやだから乗っ取られちゃったみたいなことなんですかね。どういうことなんですかね。これちょっとでも元々松田園っていう星を持ってまして、そのまま継続しても多分この店は潰れてるか終わるので、はい、ちょっと出た方がいいです。家族の縁そんな。まあ家族は家族でほっとけばいいんですけども、はい、仕事っていう部分では関係ないので、経営社長の星を持ってるので、ノウハウがあるんでしたら一旦別の他で働いて資金を集めてもう一回やり直せばいいんですが、はいただこの人かなり頑固者なので、こうですから自分がこれが正しいと思ってて見えなくなるので、自分の感性とか自分が正しいと思った人間って大体間違えてるので、大体こんなもんだよ、どっか半分うまくいけばいいかなっていうぐらいにしとかないといけないので、で今年、春これ放送見たぐらいで、切り替えるのいいので、2年間ぐらい別で一旦どこか修行するか探して、2021年か23年24年ぐらいに運気の流れ良くなりますんで、そのあたりで独立するかやるといいと思います。これやっぱ整骨院でいいんですか、その2019年の4月に切り替えるとして。まあでも全然違うもんね。今切り替えるのは全然新しいことやればいいので、はいただ変なとこ臆病なのでね、いろいろことやってもいいですよ。その整骨にできてるんだったらやめて他のことやれば、実は整骨やってましてって言ったらみんなリンクつながるし、ね、僕だって占い芸人やってて放送作家もやって、これ今やってる占い師もやってるからちょうどいいのよ。テレビ的なことも言えるし、はい、文章書くのも別にテレビ用に読みやすいように作ることできるし、芸人やってたからこうやって受け答えするのも上手だったりするから、でもどれか全部成功したかってわけじゃなく、なんかたまたまそれが重なって成功するってあるので、いろんなことやっといた方がいいと思いますんで、2年ぐらい修行だと思ってやってみてください。以上、ゲッターズでした。奥満でした。